炭素を三線式の低圧の電力系統に分散型電源を連携し、負荷の不平衡により中性線に最大電流が流れる恐れがある場合は、系統側に遮断器を施設します。不平衡は基本的に負荷側で発生します。逆変換装置を用いずに分散型電源を連携する場合は、逆潮流を生じさせないようにします。逆潮流は分散型電源から電力系統へ向かう有効電力です。高圧の電力系統に分散型電源を連携する場合は、分散型電源を連携する配電用変電所の配電用変圧器において逆向きの潮流を生じさせないようにします。変圧器の先に系統側の配線があるため、変圧器を通るまでに潮流の対策をします。答えは1番です。